根川での激戦から数ヶ月、織田信長は、延暦寺や石山本願寺の支援を受けた、朝倉浅井軍と再び激突。志賀の陣と呼ばれるこの戦いで、信長は朝倉浅井軍に敗れるなど打撃を受けていました。信長と朝倉浅井軍は、金ヶ崎の戦いからの因縁がずっと続いていたんだよな。金ヶ崎で信長はかなり危うかったから、朝倉浅井のことを相当恨んでいたんじゃないか？信長は朝倉浅井を相当憎んでいたようです。ですが、お互いに決定打をなかなか打ち込むことができず、両者は小競り合いを繰り返し続けていました。そんな中、1573年に信長包囲網の要といえる武田信玄が亡くなると、包囲網は徐々に弱体化。信長はこの機会を見逃さず、将軍足利義昭を追放し、237年続いた室町幕府を滅ぼしました。そして、因縁の相手である浅井家を滅散と、北近江への進軍を開始します。信玄がいなくなることで、東側の脅威がなくなり、足利義昭を追放することで、畿内方面の安全も確保できたんだな。因縁の浅井長政を討つ、またとないチャンスが来たんだな。織田信長は、3万の軍勢を率いて北近江への進攻を開始、虎御瀬山の砦に本陣を構えます。一方浅井長政は、5000の軍勢と共に織田二条に籠城しましたが、信長の軍を見た結果離反が相次ぎ、織田二条の孤立はますます強まっていきました。5000対3万という兵力差なら、離反が出るのも仕方がないな。織田二条の攻略は一気に決まってしまうんじゃないのか？確かに兵力差は圧倒的でしたが、信長はここで一気に仕掛けませんでした。城攻めでは、守る側の士気が高く、どうしても攻める側が不利になります。また、離反が相次いだとはいえ、残った兵は浅井長政に忠誠を誓った強者たちです。そのため、いくら数が多い織田軍でも、被害は多くなってしまうでしょう。さらに織田二条は、日本五大山城に数えられる堅牢な城のため、攻略には、かなりの時間がかかってしまう可能性がありました。信長は姉川の戦いの時に一度織田二条を攻めているから、その難しさを知っていたんだろうな。ところで、織田二条はそんなに攻略が難しい城なのか？織田二条は標高約495棟の織田二山にある城で、まっすぐ伸びる尾根を利用して築かれていました。そして、その周りには曲輪と呼ばれる、堀や石垣で区画された部分があります。険しい山々に囲まれているだけでなく、上から狙い撃ちをされてしまう可能性もあるため、攻め上がるのが非常に難しい城でした。なるほど、確かにこの地形を見れば、攻略が難しいことがわかるな。だから三万人の軍勢とはいえ、一度立ち止まったんだな。でも、長政は完全に包囲された状態だよな。この後どうするんだ？織田軍に包囲されてしまった長政は、同盟を結んでいた朝倉家の後詰めを期待するしかなく、すぐに朝倉義景に対し援軍要請を行います。要請を受けた義景は、浅井救援のための援軍を出そうと、重帝の朝倉景明など重臣に協力を求めますが、重臣たちは、兵の疲労などを理由に出兵を拒否。実はこの頃、織田との協約が原因で、朝倉家の団結はかなり崩れていたようです。結局義景は、勝浦の反対を押し切り、急遽挙兵した2万の兵を率いて出陣。織田二条の北、余後に本陣を置き、織田二条の背後である田中三山に先陣を構築します。信長の因縁の相手、浅井朝倉両家が揃ったわけだな。やはり地理的に有利そうな浅井朝倉軍が優勢なのか？いえ、浅井朝倉軍は、信長の猛攻に耐えていましたが、織田二条のすぐ西にある山本山城の城主、厚木貞行が織田軍に寝返ってしまいます。そして、月ヶ瀬城も陥落させられてしまいました。織田二条の隣の城が一気にやられたんだな。これはピンチな予感がするぜ。両者緊張感が高まる中、近江一帯を暴風が襲います。この時信長は、朝倉が油断しているはずと判断し、自ら千人を率いて大津を奇襲します。不意をつかれた朝倉軍は、直ちに降伏して大津を解除。義景のいる本陣に引き返していきます。大津の陥落を知った義景は、兵数が劣り、士気も低い状態で織田軍と決戦しても勝ち目はないと判断。浅井家を見捨てて、越前国に撤退する判断を下ろします。え？義景は逃げ出してしまったのか？こういうところから、義景の無能感を感じてしまうんだよな。朝倉軍が撤退を開始すると、信長は自ら先陣を切って朝倉軍を追撃。これを機に朝倉家を壊滅させようと、猛攻を仕掛けます。確かに信長からすると、朝倉家と浅井家を両方滅ぼせるチャンスだもんな。でも、信長自身が攻めるなんて良いのか？他の武将たちはどうしてたんだ？織田軍の武将たちは、朝倉軍への追撃を信長より命じられていましたが、タイミングを見逃してしまい進軍してきませんでした。後に武将たちは、当然信長から激しい叱責を受けます。この時、佐久間信盛が口答えをして、織田信長を激怒させたという話が伝わっています。
佐久間信盛は三方ヶ原の戦いで、家康がピンチなのに退却したからな。そのこともあって、信長は相当お怒りだったんだろうな。その後も織田軍は、鶴ヶ方面に逃げる朝倉軍を追撃。とうとう利根坂で朝倉軍を捕らえます。撤退しようとする朝倉軍は、吉影を逃がそうと奮闘。一時織田軍を押し返しますが、織田軍の勢いに勝てず敗退します。その結果、朝倉軍は重臣など、数多くの戦死者を出しました。一説によれば、3000人以上が戦死したと言われているようです。吉影はなんとか逃れたものの、当初逃げようとしていた鶴ヶ城は諦め、本拠地である一条谷城を目指します。一方信長は、さらに朝倉軍を追撃。鶴ヶにてしばし休息した後、木の目峠を越え、朝倉氏の本拠地である一条谷へと進軍しました。木の目峠といえば、金ヶ崎の戦いで浅井家裏切りの急報が飛び込んできた場所だな。いよいよ復讐の時が来たという感じだな。吉影は、生き残った武将や兵士と共に一条谷城に入城。残った兵力は一説によれば、わずか500人程度しかいなかったようです。このままでは、織田軍に滅ぼされると悟った吉影は、一条谷城を捨て、重帝影明の治める大野軍山田将に逃れます。ここへ逃げ込んだ目的は、朝倉と同盟関係にあった平泉寺の協力を得て、再起を図ること。ところが、実は平泉寺は豊臣秀吉の工作により、織田軍と内通していたのです。すでにこんなところまで、織田軍の息がかかっていたんだな。ここまで逃げてきた吉影も、さすがに逃げきれないんじゃないか？吉影は六宝剣障子に入りましたが、翌日の早朝、200人の兵士たちが吉影を包囲、重帝の影明が、最後に吉影を裏切ったのでした。結局、吉影は絶望の自害。影明は吉影の首と、母親や妻子を信長に差し出し、降参しました。最後は一族に裏切られて終わったんだな。11代続いた名門、朝倉家が滅亡してしまったんだな。越前を制圧した信長は、一部の兵を残し、急ぎ織田二条へと引き返します。そして、本陣に帰還すると、全軍に織田二条への総攻撃を命じます。浅井家の援軍がもう来ることはないから、強撃の心配もなくなったんだな。でも、日本五大山城の織田二条をどうやって攻略するんだ？信長の総攻撃命令が下った深夜、木下秀吉率いる3000人が、織田二条西側の清水谷を北上。急峻な崖である斜面を駆け上がり、京極丸を奇襲します。この予想だにしない奇襲に、浅井軍は完全に手をつかれ、秀吉隊に京極丸を奪われてしまいます。秀吉隊が京極丸を占拠したことにより、浅井久政のこもる北側のこもると、浅井長政のこもる南側の本丸が分断。強みである相互防衛が不可能となり、織田二条の防衛力が急激に低下します。その後、勢いに乗る秀吉隊は、北側の郭である小丸を攻撃。この攻撃に、800人の兵で小丸を守っていた長政の父浅井久政は、小丸が持ちこたえることができないと判断し、家臣に命じて時間を稼がせ、杯を傾けた後に切腹しました。秀吉は姉川の戦い以来、織田二条近くの横山城に入城していたから、地理に詳しくなっていたんだろうな。その後、秀吉隊が京極丸を攻略したことを確認した織田信長は、織田二条に総攻撃を仕掛けます。南側の本丸には柴田勝家佐久間信盛が、北側の山王丸には滝川一益隊が一斉に攻撃を開始。また信長は、丹羽長秀と共に木下秀吉隊を追って、西側から京極丸に入ります。まずは小丸に続いて山王丸を攻略し、織田二条北側を制圧。その後、全軍で本丸攻めが始まりますが、その際浅井長政は、お市の方と3人の娘を織田軍に引き渡します。そういえば浅井長政には、信長の妹であるお市の方が嫁いでいたな。最後に妹を引き渡したなら、さすがの信長も情けをかけるんじゃないか？織田信長は浅井のこの行動から、最後の情けとして、大和一国を与えることを条件に降伏するよう促しましたが、浅井長政はこれを拒否、浅井家当主として、最後まで戦うことを決断します。その後、本丸で交戦を続けた長政ですが、本丸の維持が不可能と悟り、織田軍本隊を目指し、200人の兵を率いて総攻撃に出ます。しかし、当然圧倒的な兵力差から返り討ちに遭い、総崩れとなって退却します。そして最後を悟った浅井長政は、赤尾屋敷内で重臣らと共に自害。ほどなく本丸も制圧され、朝倉家に続き、北近江の戦国大名浅井家も滅亡を迎えることとなりました。この兵力差を考えれば、この行動はしょうがないのかもしれないな。これで信長は憎き浅井朝倉を滅ぼして、重要な近江一帯を制圧することができたんだな。この戦いの後、織田二条は武功を挙げた秀吉に与えられます。秀吉は織田二条を廃し、新城長浜城を築きます。
この時、織田信長の長の字をもらい、地名城名を今浜から長浜に改めたそうです。といったところで織田二条の戦いは終わりとしましょう。今後もこのチャンネルでは日本の戦いをテーマに動画を投稿していきます。応援よろしくお願いします。動画について、低評価や高評価してくれるとありがたいぜ。それではご視聴ありがとうございました。